と続けて、オリビアローズ・オースティンとサイラス・マーナー。はい、私結構サイラス・マーナーは気になってますね。ガーデンは結構あちこちに植えてます。自分のところも植えてます。はい、でオリビアはもう本当に病気に強いバラなんですね。もう多分一番病気に強いバラじゃないのかなって話になりますね。で病気ちょっとなんかなってもすぐ戦ってくれるんですよね。で、サイラスは全然弱いと思ってません。はい、で、花で見るともう結構なんていうの、似てるところは似てるけど形とかだったらね。でもね、この中の見ますかな、そう、でも色は全然ね似てない。ただこっち側で見るとね、外はやっぱりね白くなったりとか薄ピンクになったりとか、でどんどん真ん中に行くと濃いピンクになりますね。でオリビアも似てる、こんな感じ。グラディエントが結構綺麗にね、どん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 。でまあこっちの方がまあブラッシュピンクっていうかなね、結構綺麗な、ピンクですね。で私だったらね、こっち香りだったらこっちの方が強いです。そしたらサイラスマーナの方が香りが濃い。でオリビアはまあ薄くないけど、まあ中から薄いぐらいかなと思うんですよね。でどんな香りか言うとね、なんかちょっと甘いの、まあうちだったらいくつかが混ざってありますね。でもまあ多分オールローズフルーツのミックスですね。でサイラスの方がもう完全にオールローズな感じがします。もう結構これは濃い香りがするんですよね。で花作るのはやっぱりもうサイラス もうめちゃくちゃ作るんですよ。でずっともう咲きながら次の作って、もういっぱいいっぱい作ってくれるんですね。秋もいっぱい咲いてくれる。で夏の間も咲いてくれる。もう本当にちょっとワイルドな感じだけど、3個とか5個で植えるともう本当に立派なブッシュを作れるんですよ。もうずっと咲いてくれて。ただ、どこで植えたらいいのか、やっぱりうちのガーデンでは影のとこで植えてます。で影は全然健康には問題はないんですけども、太陽に結構向いてしまうから、ちょっと春は問題ないけど秋の方だったら結構斜めになってる、ちょっとこういうもうこういう太陽に向けて、ね、オリビアはそういう問題あんまり見ないんですよね。もう結構丸いショートなシュラブになりますね。でオリビアは咲くのは早い、とっても早い。ただまあ咲くのは早いけど2番目の花もすぐ来てくれるから、まあ、やっぱり咲きながらデッドヘディングとかやっていくと次の新芽がすぐ出してくれるから、次の花も、6月の中で楽しめるかなと思うんですよね。もう 6月の末ぐらいかなと思うんですよね。でまあサイラスも咲きながら結構次のを作ってくれるけど、どんどん形が、散らかってる感じになります。だからおすすめはまあオリビアだったら、まあ、デッドヘディングとかで全然整って、綺麗に育つことはできますけど、サイラスは多分ねもう一回、まあ、咲かして好きな花は取るんだけど汚くなったら一旦割って切った方が次の戻りがもっと整ってる形で戻ってくるから、まあもちろん夏剪定はそのことは秋の花にしますけれども、夏の間も一回はねちょっと丸くしといた方がいいかなと思います。はい、であとはトゲが多いですよね、サイラスの方がね、オリビアに比べたら。はい、でもまあどっちもトゲはあるのはありますけどね。サイラスちょっとねこういう下に向いてるから結構腐って引っ張るんですよ、皮膚にね。だからトゲが嫌だったらもうバラはやめた方がいいと思うんだけどね。私はトゲ全然問題ないんですよね。ただこっちの方のトゲはちょっとね厳しいかもしれないですよね。はい、でも色は立派ですね。もうこういう赤い枝で、はい、新芽もこういう色もついてるので面白い、もうとっても面白いバラですね、サイラスマーナはね。でやっぱりもうあんまり手間がかからない
バラだったらオリビアも本当にあのいいですよね。もうやりやすい、本当に病気が少ないし、ワイルドにもならないし、もう育つ問題もほぼないんですけども、まあ夏の間は水ちょっと控えないといけないかもしれないけど、あの勢いがちょっと暑さではそんなに勢いがなくて、水控えてもう全然問題はないんですね。大きいブッシュになったらもう本当に丸くて綺麗、もうショーガーデンみたいな感じだったら、オリビアもう本当にね、こういう立派な花で一番先に咲いてくれて、みんなすぐね、見に行きたいと思います。はい、わかりました。それでありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。